夏休みお小遣い企画実施中、詳しくは概要欄にて。はい、どうも皆さんこんにちは。ちょっとね、夏風が長引いております。クラクラチャンネルのケースケです。さあ、今日は大工の拠点の動画をお送りしていきます。で、今回はバトルマシンですね。ビルダーホール6がリリースされたらバトルマシンレベル10に上げてみたっていうね、廃課金動画撮ろうかなって思ってたんですが、ハルパパさんがね、もうね、動画載せてるんですよ。あ、そうそう、あの先日ハルパパさん、あの焼肉ありがとうございました。ごちそうさまでした。でね、そこで考えたのが、以前私ケイスケですね、バーバリアンキング、廃課金してレベル上げてって、どれぐらいのレベルで強くなるのかっていう動画をお送りしたんですが、今回はね、バトルマシンでやってみようかなと思います。一気に上げずにレベル6、7、8、9、10、果たして体感的にどれぐらいのレベルで強くなったなって思えるか、ちょっとね、これをね、課金して検証してみたいなと思います。でね、ちょうどリクエストもね、来ておりました。バトルマシンの強さの変化を見てみた、みたいな感じのっていうね、リクエスト、トラシノビさんありがとうございます。ちょっとね、これぐらいのリクエストだとね、具体性がなくて本当はね、採用しにくいんですが、まあ、今回の動画内容とマッチングしているので、今回採用とさせていただきます。というわけで、早速ね、検証やってみましょう。レッツゴー。さあ、まずはレベル5のバトルマシンですね。こちらをね、先にやってみたいなと思います。さあ、そしたらですね、この配置ですね、ビルダーホール6でめちゃくちゃ強い配置で有名なんですよ。ファニーカラーズの神谷さんもね、この配置紹介しているので、皆さんぜひともね、参考にしてください。はい、というわけで、ちょっとね、じゃあ行きましょう。ちょっと、ババとかで一回ターゲットを取りつつ、トラップの確認をして、からの、ボンバーで壁開け行っていきましょう。で、パラパラっとね、出していきます。で、ある程度、サイドカット的な感じ、済んでいったらですね、バトルマシンとか中に入れていきたいですね。ちょっとボンバーの壁開けが遅れてる感が否めない。さあ、ちょっと、ボンバー、ちょっと、いたずらに消費しているが、さあ、よし、こっから壁を開けていって、OK。さあ、バトルマシン、迂回しないで。しまった、ちょっと、バトルマシンが余分にダメージを受けている。さあ、能力を解放したい。能力解放、OK。さあ、よし、ビルダーホールは落とさ、ビルダーホールも落とし、あとは 50% が整理でいくだけ。さあ、ただちょっとやられてしまっている。さあ、そして星1の、ちょっとよくわかんなかったんでしょうけど、まあね、こんな感じですね、レベル5は。こんな感じって言っても伝わんないと思いますが。はい、やっぱり負けましたね。さあ、ではね、バトルマシン、早速課金してレベルを上げていきたいなと思います。レベル6にすると、攻撃力がプラス2のヒットポイントが58と、まあね、ヒールを上げて筋トレみたいなもんですからね、徐々に強くなってくるみたいな感じなので、さあ、それではですね、資源とりあえずまとめて買った方がね、お得なので、まとめて買っていって、からのバトルマシン、はい、876、からの499、高い。はい、というわけで、レベル6になったんで、早速ね、対戦攻めていきたいなと思います。はい。ではね、レベル6に上げたので、早速ね、やっていきたいなと思います。せっかくね、レベル上げたんで、そうですね、ヒーローを活かすような攻め方ね、これやりたいですよね。なので、どうしよっかな、迷うな。ここ、ガゴガゴアチャでね、削っていきたいなと思います。さあ、とりあえず、アチャでここね、削っていきましょう。そうだな、ここら辺はもうアチャ行って結構タダなんじゃないか。で、そしてここら辺はガゴでいけるでしょう。さあ、ガゴで削っていきます。さあ、ここもいけるね。オッケー。さあ、いいでしょう。なかなか削れるんじゃないですか、これ。で、これ、ガゴ。ガゴ2体でアーチャー2つですね。倒していきたいな。あ、そうだ。ロケット花火。ダメだ。今日、調子が悪い。あ、いつもか。いつも調子悪いんですが。さあ、ここもちょっとガゴで、アーチャー出しちゃったんですが、削っていきましょう。ここもアーチャー1体で削れますね。よしよし。削れるところはね、ちゃんとね、こういう風に削っていきましょう。さあ、そして、まあ、メガジラ痛いけど、まあいいでしょう。オッケー、パーセンテージ稼げてる。さあ、そしてですね、そうだな。ここもアーチャー一手で削れるんじゃないか。アーチャー一手で削ってみましょう。で、大体削れたら、あ、ここも、ちょっと、アーチャーで削っていきます。さあ、そしたらですね、そしたら、アーチャー2体ずつ、出していって、削っていきます。さあ、どう？トラップないね。ここもないね。オッケー。よしよし。さあ、ここも削っていきます。火力の高いとこはね、どんどん削っていきましょう、これで。
で、これで、おっと、二連砲が削れてない。オッケー、削れた。よしよし、いいですよ。さあ、そしたらですね、バトルマシン、そろそろ出しましょう。バトルマシン、どこからベタか叩く？オッケー、ここ叩くね。オッケー。で、そうですね、火力の高い、ここの大砲とかも削っていきましょう。はい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 。オッケーオッケーオッケー。で、こっちのビルダーホール側、ビルダーホール側叩いてほしい。ビルダーホール側叩いてくれるかな。さあどう？どう？あ、ちょっと待って、クラッシャーの方行っちゃってる。クラッシャーの方行っちゃってるんですけど、ちょっと、ちょっと、バーバリアン、バーバリアン、よしよし、警備所のバーバリアンが時間稼いでてくれてる。オッケーオッケー。ちょっとやばいんで、ちょっとやばいんで、クラッシャーで、ちょっとガーゴイでクラッシャー、ダメージ与えていきましょう。よし、突破している。突破している。よしよし。オッケー、突破した。さあ、さあどう？どう？ちょっと寝ると喉の痛みが辛い。さあ、40、これちょっと時間的に間に合わねえな。時間的にちょっと、時間的に間に合わない。ちょっとテスラ壊して警備所壊したタイミングで壁叩くところで能力発動していきましょう。そっちの方が絶対いい。オッケー、能力発動。さあ残り30秒、頼む頼む、これ大丈夫、時間的に。ちょっとバーナーとちょっと迫撃のダメージがおつらい、若干じわじわ削ってるこいつらが。さあよしよしよし。で残り19秒、残り19秒でオッケー、能力解放。さあいけいけいけ、頼む。オッケー、能力が強い、能力が強い。オッケーオッケー、星2の83番までいった。これはだいぶちょっとね、わかんないんですが、まだレベル1上がったぐらいなんでね。さあどうでしょう。よし、星2の 86% で結構施設レベル高いところからパーセンテージ稼げたんじゃないでしょうか。さあよし、勝つことできましたね。ではレベル6からレベル7にね、課金してレベルを上げていきたいなと思います。さあこれぐらいでいいかな。さあ、たっけな、ほんと。で、はい、課金していって、で、500で完成と。はい、ではね、レベル7で早速ね、バーサ戦行ってみたいなと思います。じゃあ、ここね、攻めてみたいなと思います。どうやっていくのが正解なんだろう、これ。ちょっと難しいですよね。ジャイ入れてみようかな、ちょっと。ちょっとジャイ入れてみます。これでね、失敗したら申し訳ない。とりあえず、ヒーローを生かしたね、攻めね、やりたいなと思います。そしたら、とりあえず、ここにガゴかな。出していって、削れそうなとこ削っていきたい。ここかな？ここも、ここに書くかな？ちょっとわかんない。あ、でもいいですね。ここの6時の画像、施設2つぐらい削ってパーセンテージ稼いでくれてるんで、グッジョブ、グッジョブ。いいよ、いいよ。かわいいよ。いいよ。あ、ちょっと、あーちゃ、あーちゃ倒せ。あーちゃ倒せなかった。あ、オッケー。ギリギリ、なんか、遅れてやってきた。さあ、そして、ここは、まあ、ちょっとしょうがない。そしたらですね、ここちょっとラップ確認で。ありますね、やっぱり。はいはいはい。で、そうですね、解除していきます。で、ちょっと後ろからジャイアントを出しつつ、迫撃のターゲット取りそうだなっていうタイミングで、さあ、ここからぶったタイミングでボンバーを出していきます。からの、よし、壁を壊しましたね。さあ、ここもボンバーを出していきます。さあ、あ、ちょっと飛ばされた。ちょっと飛ばされてる。もう一体ジャイアント。もう一体ジャイアント。からの、あーすごい、結構トラップ、やっぱ読んでるな、やっぱ読んでるな。まあ いやとりあえず出していきましょう。よしよしよし。でここ壁開けて、オッケー、ジャイアントじゃない、バトルマシンが中に入っていった。さあこっからバトルマシンレベル7無双していくれ。それ頼む頼む、結構いいんじゃないか、結構努力発動。さあ結構レベル7強いんじゃないかこれ。さあギルダーホールも落としていく。よし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 。でさらにオッケー、ビルダーホールはあっという間に落としていった。ただそんなビルダーホールへの確定数そんな変わってなかったですね今。ちょっとわかんねえ、ほんとちょっとまだわかんないですね、これぐらいの段階だと。まあ いやとりあえずガーゴイで、パーセンテージ稼いでいきましょう。さあロケット花火がおつらい。さあもう一体必要かな、もう一体でオッケー。であとは金山かな、金山を、落としていきます。さあ角に和施設はないですね。はい。なので、65% ぐらいで終了かな。まあね、ビルダーホール6のこの手の配置に対してですね、星2の 65% とレバー、まあ同じでしょう。さあ、あと2体。あと2体どこに出すの？レベルそんな高くないクラッシャーならいけんじゃねえか？さあ、どう？どう？いける？いける？さあ、オッケー、結構削れてる。結構削れてる。さあさあ、いいよいいよいいよ。いいよいいよ。全然良くなかったよ。はい。全然良くありませんでした。さあ、終了ということで、果たして勝つことができたのか？はい、皆さんにここでお詫びがあります。
ほんと申し訳ないです。レベル7からレベル8に課金してあげたんですが、録画ボタンを押すのを忘れていて、取れてませんでした。本当に申し訳ないです。ただエメはですね、一応2000円ぐらいですね、消費しておりまして、一応ね、せめてね、能力値だけでもね、見せておきましょう。はい、ダメージが毎秒142のヒットポイント、4073なので、これでね、バーサス戦、早速行ってみます。はい、それではですね、レベル8のバトルマシン、ちょっとね、試してみたいなと思います。とりあえず、オールアーチャー編成でなんか行けなくはなさそうな気がしなくなくなくもない。さあ、行きましょう。さあ、30代独身男性が、さあ、夏の風邪を引きながら、一人で、こういう風にですね、パソコンに向かって、独り言を喋っております。皆さん、将来はね、こういう大人になっちゃダメですよ。さあ、ではね、ここは削っていって、アーチャー一体でキャンプ2つとかね、削れたら美味しい。オッケー、美味しい、美味しい。よしよし。さあ、ここ、ラボン削っていきたい。よし、これでパーセンテージ結構稼げるでしょう。さあ、オッケー、キャンプもオッケー、ただですね。ある程度削れたらそうですね。ここエリポンも削っておこう。で、ここは、エリポン削れない。削れないか。で、速射のアーチャータワー削っていきましょう。おっと、一体が、ちょっとやられてしまった。よしよしよし。で、そうですね。オッケー、ここいい。ここ壁開けてくれるんですね。だったらちょっと壁開け手伝ってもらって、で、ここ大砲も削りたいんですよ。大砲も削りたいんで、ここ壁開けしていきましょう。いいですよ、いいですよ。で、そうだ。だったらここも壁開けんじゃねえか。開けないか。壁は開けない。あ、そっか。じゃあ無理だ。オッケー。じゃあここの大砲ですね。削っていきます。で、あとクラッシャーですね。クラッシャーも削っていきたいので、ここカットしていきましょう。よしよしよし。で、大砲も削ってくれる。で、迫撃もこれで削れますね。で、エディターも削ってくれると嬉しい。オッケー、クラッシャーも削れた。で、パワーバリアも倒してオッケー、いいですよ。さあ、で、大砲も削れる。大砲は削れそうにない。よしよし。で、アーチャー2体出していく。よし、いいですよ。で、これでこっからもうバトルマシン出しましょう。で、能力解放。さあ、このバトルマシン、レベル8、どれぐらい強いのか、皆さん見ていてください。で、迫撃砲とかもないんで、もう、アーチャー2体ですね、追従させていきましょう。援護させていきます。さあ、2連砲とかも壊してほしいんですけれども、ここは能力は、ビルダーホールを一気に破壊するため。で、ここで、ビルダーホールの確定数を見ていきましょう。さあ、1発、2発、3発。お、アーチャー弾の援護があったから、確定数が分からなかった。しまった。まあ、ただ結構やっぱり破壊力、結構破壊のスピードなんか早かった感じありますね、なんかちょっと。さあ、星2の 71% で終了、果たして勝つことできたのか。オッケー、勝てましたね。いやー、やっぱりこういう削りも大事ですね。はい、レベル8からレベル9にね、課金して上げていきたいなと思います。いや、たっけーな、これでもう8000円ぐらい使ってですね。で、これで、時短して、時短じゃねえや。ここからですね、着工していきます。で、さらにこっから、はい。いやー、もう8000円ぐらい買っちゃいましたよ。8000円あったら女の子とデートできますからね。いやー、まあね、そんな相手いないんですが、はい、そんな相手いないので、バーサス戦ね、行ってみたいなと思います。はいはいはい。ではね、ここね、行ってみたいと思うんですが、ここどうやって行こうかな。なんかすげえ広すぎるしな。で、ここもね、対空爆弾とかバーナーもあるんで、ガーゴイルも使いにくいと。なので、ボンバーとかで行きましょうか。いや、ガーゴにしましょう。なんか細かい系使っていきましょう。さあ、ここからですね。そうしたらですね、ここら辺とかもうガーゴイル一体で結構ね、タダで削れそうですよね。はい、ここら辺、削れるところは削っていきましょう。さあ、そしてですね、ここガーゴ一体で削れるかな。あ、ちょっとやばい。アーチャーがガーゴイに撃っているんですが、オッケーオッケー、なかなかいいよ。かわいいよ。さあ、いいよいいよ。で、そうだ、ここ、ガーゴイで削っていきましょう。で、ある程度結構削れてますよね。そしたらですね、ここボンバーで一回壁開け。いや、どうしよっかな。結構削れるな、ガーゴイで。もう 27% ぐらいまで削ってますよ。結構削れてる。そしたらですね、ボンバーで壁開けてクラッシャーとかを壊していくようなイメージの方がいいかなとは思うんですよね。さあ、エリポンとかも壊していって、いいです、いいですね。結構削れるな。
結構想像以上に削れててちょっとビビった。そしたらですね、ここら辺とかもだってアーチャー一体多分削れますよね。なるほど。さあ、そしてですね、そしてここボンバーで壁開けを行っていきましょう。ある程度削れてるんで、OK、いいですね。で、ここですね、アーチャーで、クラッシャー狙っていきます。3体ぐらいかな ?3 体ぐらい狙っていって、いいですね。で、ここもボンバーで壁開けですね。さあさあさあ、なかなかいいんじゃないですか。今回俺調子いいかもしれない。今回俺ちょっと調子いい説ありますよ。さあ、そして、ここですね。バーバリアンで削っていきたい。低レベルの。低レベルの。さあ、OKOK。よし。で、ここで、ボンバー出してからのバトルマシーン。さあ、行きましょう。で、からの、流し込み。よしよしよし。これでビルダーホールは落とせるでしょ。で、アーチャーで大砲とかも削っていきたい。よし。で、さあ、結構削る。OK。で、さあ、天敵のクラッシャーに当たるんで、ここに対して、さあ、クラッシャーに当たる前で能力解放。さあ、クラッシャーを突破していってくれるか。さあ、その前に2連砲とか速射のアーチャータワーきついが、OK 突破できましたね。さあ、そしたらアーチャータワー、速射のアーチャータワーとかに対してね。はい、アーチャーを出していって。いや、なかなかパーセンテージ稼げた、今回。OK 削れましたね。で、このアーチャー2体が仕事をしてくれるか。さあ、迫撃の方のターゲットを取ってしまった。ただ、ここに、秘密兵器。ガーゴイル。これで 80% 以上はね、取れましたね、確実に。さあ、星2の 80% で終了と。なかなか、やっぱりビルダーホール、バトルマシンレベル9になると、ちょっとたくましくなってるような感じありますね。はい、というわけで、レベル8、9あたりからね、やっぱりレベル5と比べてね、ちょっと変わってくるかなといった印象はありますね。さあ、勝つことはできたのか？オッケー、勝つことできましたね。これで、3勝ボーナスですね、ゲットしました。さあ、いよいよラスト、レベルマックスにしたいなと思います。レベルマックスにすると、ダメージが147になって、で、そしてですね、ヒットポイントが4196になります。なのでね、早速ですね、資源ね、買っていきたいなと思います。資源、あ、ちょっと待って、その前に。190万、俺待って。待って、これ、足んないパターンじゃん。収容量より、ちょっと、多い。待って、これ買えんのかな？買える？ああ、やっぱそうだ。これあれだ。ハルパパさんのあれで見たことあるわ、これ。このパターン。じゃあちょっとね、エリクサータンクをね、レベル上げていきたいなと思います。もうせっかくだからゴールドをね、買っちゃいましょう。はい、1480。余計な出費なんですけども。さあ、こっからポチっていきましてからのポチ。はい、余計な出費ですね。さあ、というわけでね、じゃあそしたらですね、資源買っていきます。エリクサー、さらに、1647。たっけ。うーわ。じゃあ着工します。からの500でポチって、はい。というわけでね、バトルマシンレベル5からね、レベル10にするまで、12000使うっていうのが分かりましたね。なので早速バーサス戦行ってみましょう。はい。ではね、記念すべきラスト行ってみたいなと思います。とりあえず、アーチャーとかでね、稼げるとこは稼いでいきたい。ここも絶対ね、爆弾ある。ほらあった。ほらある。絶対あると思ってましたよ。さあ、そしてここら辺はね、もうアーチャー1体ずつ出していって、で、そうですね、ここら辺とか削れるかな？あ、削れない。手すら出てきた。あ、しょうがない。いいでしょう。さあさあさあ、さあラスト。さあラストです。もうね、これでね、勝って終わりたい。勝って万歳して終わりたい。さあ、アーチャータワー削っていきましょう。こっちもアーチャータワー削っていきますね。で、ここら辺、ちょっとね、タラのところはね、ちゃんとね、削っていきましょう。で、パーセンテージをしっかりと稼いでいく。OKOK。ここも削れますね。さあ、ここのエリポンは削りたいので、ここもですね、削っていきましょう。いいですよ、いいですよ。エリポン削れたら、そうですね。ここの大砲削っていきたい。ちょっとでもね、火力はね、薄くしていきましょう。さあ、そしたらですね、とりあえず、ジャイアント出していって、からのボンバーですね。で、ボンバーが範囲攻撃。OK、ギリギリ。ダメージを食らわない。よしよし。さあ、よしよし。いいですよ。で、ラストの、ボンバーで、OK、からのバトルマシン。さあ、いっけ、よし。こっからビルダーホールまで一直線。さあ、いけ。頼むぞ。よしよし。いいよ、いいよ、いいよ。いや、まだいける。OK。で、ビルダーホールへの確定数とか見たい。さあ、一発、二発。
3発と、オッケー、強いっすね、やっぱり。さあ、そしてクラッシャーに、まあいいや、とりあえず能力解放。で、行ってからの、さあ、行け、クラッシャーを壊せ。オッケー、壊した。いや、強い。ボンバーの援護もあったっていうのもありますが、なかなか強かったぜ、今。オッケー、パーセンテージ結構伸びてる。よし、最後のアーチャー一体。こいつをどうする？エリポンかな？エリポンで削れる？ 68%、星2。さあ、頼む。これで、終わりたい。さあ、勝って終わりたい。勝って綺麗に終わりたい。で、よし！星2の 71%。もう、ここまでいったね。勝ったでしょ、さすがに。さあ、どうだ？バトルマシンレベル5の人に、負けましたね。そんな感じで、今回は、廃課金でバトルマシン、レベル5からレベル10まで、各レベル全部使ってみて、果たして何レベルで強くなるかっていう動画、お送りしていきました。個人的な感想としては、レベル8、9あたりからね、ちょっとたくましくなって、10ではね、やっぱり強くなったなっていう感想ですね。で、ステータス的にはですね、ダメージは12しか変わってないんですが、ヒットポイントがレベル5とレベル10比べたら300も上昇してるんですよね。これですね、レベル6のアーチャータワー、射程距離長いやつだったら、5発ぐらいはね、余裕で受けられるということで、壁としての性能はね、大幅に上がっているかなといった感想でございます。で、能力解放はこれですね。このステータスとなっております。この能力の使い方はやっぱり壁突破するときとか、あとね、クラッシャーに当たる直前で解放する方がですね、やっぱりすんなり突破できるかなといった感想でございます。で、今回みたいにですね、大工の拠点の動画、どんどん出していきますし、あとは昼の村のね、クラン対戦とか資源狩り、などどんどん、動画に出していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひとも登録お願いいたします。で、最後にですね、おすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。